私の名前はジャスミン、小学3年生のごく普通の女の子。私には3つ上のお姉ちゃんと2つ下の弟がいる。ジャスミン、おはよう。おはよう。今日はそんな私の1日を紹介します。お母さん、お父さん、おはよう。おはよう。おはよう。早く顔洗って朝ごはん食べちゃって。はい。私は無口で、あまりおしゃべりをしません。ジャスミン、早く洗面所貸してよ。周りには父親譲りだねと言われます。はい、朝ごはんはぶどうよ。なんか僕のぶどうよりお姉ちゃんの方が大きい気がする。そんなことないわよ、みんな一緒。お姉ちゃん、交換して。もうしょうがないな。いただきます。やっぱそっちの方が良かった。もうパンタわがまますぎ。僕のぶどう返して。やだね、もう交換してあげない。お姉ちゃんのケチ。ケチじゃないよ、だいたいパンタがね。姉のジーニャと弟のパンタはよく喧嘩をする。ケチケチ。パンタのわがまま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 。一緒じゃなかった。全部一緒なんだもん。朝はみんな一緒に家を出る。みんな今日も気をつけていってらっしゃい。行ってきます。行ってらっしゃい。ジャスミンちゃん、おはよう。この子は私のクラスメートのタッチくん。今日こそちゃんと話そう。あ、タッチくん、ちょっと来て。なに？今日もちゃんと話せなかった。タッチくんにせっかく話しかけてもらったのに、もっと話せるようになりたいな。はい、みんな席について。あ、先生来た。後でね。1時間目は国語の授業から始めます。それじゃあジャスミンちゃん、これ読んでみて。どうしよう、みんなに見られると緊張しちゃう。頑張って。ジャスミンちゃん頑張れ。ジャスミンさん、大丈夫？今日もやめておく？勇気を出して変わらないとダメだ。大丈夫です。私が両手を広げてもお空はちっとも飛べないが、飛べる小鳥は私のように地べたを速くは走れない。私が体を譲っても綺麗な音は出ないけど、あの鳴る鈴は私のようにたくさんの歌は知らないよ。鈴と小鳥と、それから私、みんな違ってみんないい。すごい上手。ジャスミンちゃんの声初めて聞いた。頑張ったね。ジャスミンちゃんの声ってこんなに綺麗だったんだね。ジャスミンちゃん、本当に素晴らしかったです。よく頑張りましたね。ただいま。家までダッシュで帰ってきたよ。あら、姉ちゃん、おかえり。みんな、今日の学校はどうだった？今日さ、ちゃちゃまるが冬休みの宿題持ってくるの忘れちゃってさ。僕は今日初めて逆上がりできたよ。すごいわね。ジャスミンは？ジャスミンは私は国語の授業で褒められたよ。ジャスミンが喋った。熱でもあるんじゃないの？あ、お父さん帰ってきた。お父さん、お帰りなさい。あの無口なジャスミンが話してくれたの。幽霊にでも取り憑かれてんじゃないの？熱もないし、幽霊にも取り憑かれてない。もしかしてジャスミン、好きな人でもできたんじゃないの？やめてよ。まあ、ジャスミン。怪しいな。誰？あ、大変！お父さんが驚いて魂抜けちゃってるわよ。お父さん、しっかりして。お父さん、戻ってきてよ。私の一日はこんな感じ。うちの家族は賑やかで楽しい。明日こそパッチ君に話しかけよう。おやすみなさい。それでさ、その後ちゃちゃまるがさ、それでおい。危ねえぞ、前見て歩けよ。パンタ、ちゃんと前向いて歩かないと。ヨウちゃんもな、道路の真ん中で何してんだ？
おう、キザの誉れ、このガキがぶつかりそうになったんだよ。本当にごめんなさい。ほら、パンタもちゃんと謝って。ごめんなさい。もういいじゃん、行こうぜ。次は気ぃつけろよ。ふぅ、怖かった。あの人たち確か隣の島で噂になってる不良の二人だよ。噂によると二人で7人もの大男を倒したんだとか。かっこいい。僕も強い男になる。また変なスイッチが入っちゃったよ。あれ、あの人たちこっちの方に行ったと思ったんだけど。いないよ。もう帰ろうよ。絶対にいるって。だいたい探してどうするのさ。僕を弟子にしてもらう。やめなよ。あれ、さっきのガキじゃん。あ、いた。僕を弟子にしてください。うわ、パンタったら行っちゃった。何言ってんだこいつ。お前のこと気に入ったんじゃね。僕、あなたたちみたいな強い男に憧れてるんです。お前が笑っちまうな。お前みたいなひよっこには無理だな。そんな。ここはガキが来るところじゃねえ。早く帰んな。見ててください。次会う時までには必ず強い男になってみせます。みんな、ご飯できたわよ。わあ、ご飯ご飯。あれ、パンタは帰ってきてから自分の部屋でずっと鏡見てたよ。もうパンタったら。早く降りてきなよ。ご飯できてるよ。まったく、もう帰ってきてから様子がおかしいんだよね。うっせーな。パンタ、反抗期？どうしたの、その服とサングラス。服はお小遣いで買った。サングラスはお父さんの勝手に借りてる。お姉ちゃん、今日パンタと出かけたんでしょ。何かあったの？今日パンタ不良の人たちに会って、なんか憧れちゃったんだって。なるほどね。パンタ、ご飯食べる時くらいサングラス外したら。うるせえ。よく見えてないからボロボロこぼしてるけど。私の育て方が悪かったのかしら。夜中までテレビ見てやるぜ。パンタ、もう寝なさい。親の言うことなんて聞かないぜ。もういいよ、電気消しちゃおう。なんで消すの、怖い。寝る前にお菓子食べてやるぜ。虫歯になるよ。パンタ、寝る時間なのにまた何かやってるの？ヤンキー漫画を見てヤンキーの練習してるらしいよ。ハムハム、焼きそばパン買ってこい。表に出ろ。おめえどこ中だ。何やってんだか。はい、みんな、おはようございます。おはようございます。それでは出席を取ります。元気にお返事してくださいね。アップルさん、はい、元気です。ガチャくん、はい、元気です。グミさん、はい、元気でございます。トメさん、はい、元気です。パンタくん、あれ、パンタくん、パンタくん来てない。どうしたんでしょう。あれれ、お休みかな。ジース、くっちゃ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 。パンタくん、どうしたんですか、その格好は。うるせえ。どうしたんだろう、パンタくん。サングラスなんて学校にかけてきちゃダメなのに。この野郎、何見てんだ。石ころ投げるぞ。パンタくん、怖い。パンタくん、放課後、職員室に来なさい。ダンリー。笑いパンタくんもかっこいい。グミは前のパンタくんの方が好きです。失礼するぜ。あ、パンタくん、こっちこっち。さ、中に座って。パンタくん、一体どうしちゃったの。クラスのみんな怖がってたよ。黙ってちゃわからないわよ。失礼します。あ、いらっしゃったみたいね。お忙しいところお呼びしてすみません。こちらこそご迷惑をおかけしてすみません。なんで母ちゃんと姉ちゃん呼んだんだよ。パンタくんが何も話してくれないからでしょ。本当にご迷惑をおかけしてすみません。どうやらパンタ、不良少年に憧れてるみたいで。余計なこと言うんじゃねえよ。俺、師匠のとこ行ってくっから。ちょっとパンタくん、待ちなさい。パンタったら。師匠、探しました。お前、いつからこのガキの師匠になったんだ。なった記憶ねえよ。僕、
一生懸命強い男について勉強しました。僕強くなれましたか？なんかお前勘違いしてねえか。強い男になるためには悪いことをすればいいってことじゃねえよ。本当に強い男ってのはな、周りの人間を優しく守ってやる男だ。お前がやってきたことはただ周りの人間を困らせてたんじゃねえのか？そうかもしれない。ごめんなさい。俺たちに謝ってもしょうがねえよ。あんまり母ちゃんや先行を泣かせるな。はい。分かったらすぐに帰って迷惑かけた人たちに謝ってこい。はい。お前の子供の頃にそっくりだな。うるせえ、殴るぞ。ほら、あの人たちがパンタが憧れてる人たちだよ。あら、怖いわ。見た目は怖いけど、案外悪い人じゃなさそうだよ。そうなの？何人もの大男をボコボコにしたって噂も、公共の場を汚して迷惑かけてる人たちに注意したら逆ギレされて喧嘩になっちゃったんだって。あら、人は見かけて判断してはダメね。みんな、夜ご飯よ。はーい。あ、パンタ着替えてきたんだ。みんな、たくさん悪いことしてごめんなさい。しょうがないわね。ちゃんと反省したの？うん。悪にはなりきれてなかったけどね。ほら、お蕎麦伸びちゃうから食べなさい。いただきます。いただきます。あ、どうしたの？歯が痛い。あら、虫歯じゃない？ああ、歯磨きしないで寝たからだよ。自業自得。パンタ、明日歯医者さんに行くわよ。嫌だ嫌だ。歯医者さんくらい我慢できなきゃ強い男にはなれないよ。やだ、僕強くならなくていい。じゃーん、今日は節分だからたぬきショッピングで買っておいたの。何これ、お豆？あ、私知ってる。この豆を鬼に投げるんでしょ？そうよ。鬼ってあの桃太郎の話に出てくる鬼のこと？そうそう。じゃあお姉ちゃんに豆を投げればいいんだ。え？だってお姉ちゃんいつも鬼みたいな顔で怒ってるじゃん。パンタ、私の洋服また汚したでしょ。あ、今私の足踏んだね。ちゃんと宿題終わったの？誰が鬼みたいな顔ですって？わあ、鬼だ。こら、喧嘩しない。そもそも節分ってなんで豆をまくの？僕も気になる。教えて、タンタン先生。節分とは季節の変わり目に行われる行事で、悪いものを追い払って良いものを呼び込むために、鬼は外、福は内といって、鬼が嫌いな豆をまくのよ。また一つ勉強になった。あれ？誰か来たみたいね。お客さんかな？誰だろう？わー！みんな、鬼が来たわよ。あー、ちょっとみんな集合。賛成。あれ、絶対お父さんだよね。え、そうなの？驚かそうとしたんだろうけど、バレバレ。なんであんなわかりやすい格好にするかな？お面つけるの忘れて頭の上に乗っちゃってるしさ。僕わからなかったよ。パンタはお子ちゃまだから。まあ数少ない出番だから、ここはお父さんに合わせてあげよう。わかった。分かった。わあ、鬼だ。豆を投げろ。鬼は外、福は内。鬼は内、福も内。パンタ何言ってるの？鬼は外、福は内でしょ？だってお父さんかわいそうじゃん。うちに入れてあげようよ。パンタ、お父さんって言っちゃダメだよ。お父さん私たちが気づいてないと思って張り切って鬼のふりしてるんだから。こんにちは。え、鬼？鬼だ。鬼？僕は鬼の子供の鬼太郎です。鬼はうちと聞こえたのでやってきました。もうパンタのせいで鬼が家の中に入ってきたじゃん。僕のせい？そんなこと言わないでよ。僕何にもしてないのに毎年豆を投げられて悲しいんだ。それはごめんね。かわいそう。ところで何か食べ物ないかな。僕お腹が空いて倒れそうなの。あら、今準備するからちょっと待ってて。さあ、たくさん食べて。あ、お母さん、これ鬼が嫌いな豆だよ。うん、僕豆好きだよ。え、そうなの？うん。僕
んとお父さんに好き嫌いしちゃダメって言われてね。最近の鬼はほとんど豆を食べられるんだ。じゃあなんで豆を投げたら逃げるの？それはこんなに小さいものでも投げられたら痛いからね。そうだったんだ。鬼太郎くん、今までごめんね。ところで鬼太郎くんは何歳なの？僕は人間の年齢で言うと小学1年生。あ、僕と同い年だ。ご家族は？僕にはお父さんとお母さんがいるんだけど、節分で前の家を追い出された時に家族がバラバラになっちゃったんだ。かわいそう。鬼って言うと赤色とか青色だと思ったけど、なんだか鬼太郎くんは人間みたいだね。僕は子供だからまだ色が染まってないんだ。お父さんとお母さんは色がちゃんとついていて立派な鬼なんだよ。そうなんだ。そうだね。鬼太郎くんのお父さんとお母さん見てみたい。お母さんとお父さんに会いたいな。鬼太郎くん、悲しい顔してないで一緒に遊ぼうよ。パンタくん、この歌知ってる？鬼のパンツはいいパンツ、強いぞ強いぞ。鬼のパンツって僕のパンツ？そう、鬼太郎くんのパンツ。面白い歌だね。でしょ？さあ僕と一緒に遊ぼう。すっかり仲良くなったみたいだね。気が合うのかな。遊び疲れちゃったね。もうパンタったら。パンタくんって本当に面白いよね。鬼太郎くんも面白いよ。鬼太郎くん元気になってくれてよかった。だってパンダ家族のみんなあったかくて居心地がいいんだもん。嬉しいな。でもやっぱりお母さんとお父さんに会いたいな。なんか変な音しない？もしかして地震？怖いよ。家が揺れてるわ。音が近づいてくるよ。怖い怖い。鬼太郎を探したぞ。わあ、お母さんとお父さん。え、鬼太郎くんのお母さんとお父さん？鬼太郎帰るぞ。息子がお世話になりました。鬼太郎くんもう帰っちゃうの？うちで一緒に暮らせばいいじゃん。そういうわけにはいかないよ。そうだよ、鬼太郎くんにも家族がいるんだから。今日は楽しかったよ。おいしいお豆もごちそうさまでした。鬼太郎くん、また会えるかな？もちろん、来年もまた来るね。うん、また来年。男と男の約束。鬼太郎くん、家族と再会できてよかったね。また鬼太郎くんと遊びたいな。安心したらなんだかお腹が減っちゃった。お母さん、お豆食べたい。はいはい、ちょっと待ってね。はい、どうぞ。節分の豆は年の数より一つ多く豆を食べると一年間元気に過ごせると言われているのよ。じゃあ私は12歳だから13個か。私は9歳だから10個ね。僕は7歳だから、8個しか食べれないの？お兄ちゃんいっぱい食べれてずるい。ずるくないよーだ。こそこそこそ。パクパクパク。あ、パンダが私の豆取った。ラッキー、豆ゲット。パンタ、こら、お姉ちゃんが鬼になった。お父さん、お母さん、明日さ、学校でさ。お父さん、お母さん、あれ、どうしたんだろう。大変、お父さんとお母さんがすっごく考え込んじゃってるんだけど。え、どうしたんだろう。そういえば、数日前に二人が言い合いしてるところ聞いちゃったんだ。夜中、トイレに行きたくて起きたんだけど。んー、トイレトイレ。出て行け！この家から出て行け！内容はよくわからなかったんだけど、お母さんがお父さんに出て行けって言ってたよ。もしかしてお父さんとお母さん喧嘩しちゃったのかな。お父さん本当に出て行っちゃったりしないよね。よし、私たちでお父さんとお母さんを仲直りさせよう。それでは今からお父さんとお母さんを仲直りさせる作戦会議を始めます。題して、仲直り大作戦。何このポーズ。
まずは喧嘩の理由を知らないといけないね。よし、パンタ隊員、聞いてくるんだ。え、僕？行ってくるんだ、パンタ隊員。僕聞けないよ。パンタ隊員なら行ける。頑張れ、パンタ隊員。なんで僕なの？ついてきてよ。わかったわかった。お母さん、お父さん、なんだっけ。喧嘩の理由。あ、そっか。けんけんぱ。あちゃー。結局喧嘩の原因聞けなかったね。そうだ、美味しいもの食べたら元気になるんじゃない？なるほど。姉ちゃん、机の中にキャンディーあるでしょ。なぜそれを知っている？隠してるとこ見てたんだ。まあ、緊急事態だから仕方ない。ジャスミン隊員、これを持っていきなさい。え？私？ファイト。お母さん、お父さん、お菓子食べない？夜ご飯食べれなくなるからダメよ。はぁ、あ。ダメだったね。むしろ私が怒られちゃったよ。次の作戦はどうするの？下を向いて暗い顔をしていたから元気にさせればいいんじゃない？でも一体どうやって元気にさせるの？そうだなぁ。カーニバル。カーニバルだよ。カーニバル？うん、カーニバル。私たちが踊って元気にさせるの。もしかしてこれ気づいてない？気づいてないね。こんなに踊ったのに。また作戦失敗だったね。何をやってもうまくいかない。お父さんが出てちゃったらどうしよう。みんな、ご飯よ。ご飯だって。ほら、パンタ涙拭いて。うん、僕もう一回喧嘩の理由聞いてみるよ。そうだね、みんなで聞こう。お父さん、出て行ったりしないよね。何があったか知らないけど、仲良くしないとダメだよ。そうだよ。ちょっとみんな、落ち着いて。何の話？だってさっきまで二人で下を向いて考え込んでたじゃん。ああ、あれは二人でパズルをして集中していたのよ。わからないわね。そうだったの？じゃあ、私たちの声が聞こえないほど夢中になってたってこと？何か話しかけてた？あと少しで完成するっていうのに、どうしてもわからなくてね。じゃあ私が聞いた喧嘩の声は何だったの？喧嘩の声？この間、夜中にお母さんがお父さんに、出て行けって叫んでいるの聞いちゃったんだ。ああ、あれは豆まきの練習をしていたのよ。子供たちも寝たことだし、次の節分の豆まきの練習をしましょう。お父さんは鬼役だから、こんな感じで驚かすのよ。はい、お父さんの番。お父さん、照れちゃダメよ。そう、いい感じ。とってもいい感じ。じゃあここからは本番のように練習してみましょう。私は子供たちの役をするわ。ジュースこぼしちゃって、どうしようどうしよう。もうパンタったら汚い。わあ、鬼だ。鬼は外、服は内。出て行け！この家から出て行け！つい練習に熱が入りすぎて声が大きくなっちゃったの。なんだ、豆まきの練習だったのか。心配かけてごめんね。お父さんとお母さんが喧嘩してなくてよかった。安心して、お父さんとお母さんはとっても仲良しよ。それにしてもこのパズル難しいね。これ、ここじゃない？違うよ、形が合わないもんね。難しいでしょ。っていうか、これピース足りなくない？ほんとだ。あ、そういえばこの前床に落ちてたピース、ゴミだと思って捨てちゃったんだ。じゃあこのパズルは完成しないってこと？今日一日中考えてたのに。アホパンタ、ごめんなさい。くんくん、なんだか甘い香りがするな。みんなで何してんの？
あ、パンタ、もうすぐバレンタインだからチョコレート作ってるんだ。バレンタインって何？バレンタインっていうのは女の子から男の子にチョコレートを渡す日よ。パクパクパク。あ、パンタ今つまみ食いしたでしょ。じゃないよ。口にバッチリチョコレートついてるよ。しまった。もうパンタったら、取れたかな。ところでみんなは誰にチョコレートをあげるの？私はチャチャマルに。私はパッチ君に。ジャスミンちゃん。僕も女の子からチョコレートもらえるかな。もらえるといいね。今日はチョコ作りにお誘いいただきありがとうございます。一緒に美味しいチョコを作ろうね。ところでアップルちゃんは誰にチョコレートを渡すのですか？もちろんパンタ君だよ。グミちゃんは？グミもパンタ君に差し上げます。じゃあ私たちライバルだね。はい、共に頑張りましょう。よし、できた。アップルちゃん、それはさすがに大きすぎです。そうかな。パンタ君に対する愛の気持ちを表現しようとしたらこんなに大きくなっちゃった。第一、そんなに大きいチョコ学校に持っていきませんよ。確かに。うーん、作り直し。無事に作り終わりましたね。よし、仕上げにこれを。アップルちゃん、それは何ですか？あ、これは今日はバレンタインのグッズを買いに行こう。あれ、こんなところにお店あったっけ？まあいいか、入ってみよう。わあ、バレンタインのグッズがいっぱい。いらっしゃいませ。ここはバレンタイン専門店？さようでございます。期間限定でお店を出させていただいております。これは何ですか？さすがお客様、お目が高い。これは惚れ薬でございます。え、惚れ薬？惚れ薬って人を好きにさせる薬？さようでございます。お客様が作ったチョコにこの惚れ薬を一滴垂らして好きな方に渡してみてください。そのチョコを食べた後、最初に見た人を好きになりますよ。すごい、買います。ただし惚れた気持ちを戻すためにはこの気持ち戻し薬が必要です。一緒に買われることをおすすめしますよ。いりません。だってずっとアップルのこと好きでいてほしいもん。かしこまりました。それではお会計は1万ベルでございます。高い。でも買います。毎度あり。クククククク。アップルちゃん、アップルちゃん、聞いていますか？あ、ごめん、なんだっけ。それは何が入っているんですか？これはただの特製アップルシロップよ。それじゃあグミもそのシロップ使いたいです。ダメダメダメ、絶対ダメ。とってもまずくて苦くてお腹が痛くなっちゃうんだから。そんなものをかけたチョコをパンタ君にあげるんですか？とにかくダメなの。ほら、アップルここ片付けておくから、グミちゃんはあっちで休憩してて。はい。変なアップルちゃん。ふう、危ない危ない。パンタ君がアップルのこと好きになりますように。おはよう、ちゃちゃまる。ふふん。はい、ハッピーバレンタイン。ふふん。ふふん。言っとくけど、これは友チョコだからね。ふふん。あ、ごめん、チャンプくんの分は作ってないんだ。パッチくんのためにチョコレートを作ったけど。パッチくん、ハッピーバレンタイン。ありがとう。パッチくんは人気者だな。ジャスミンちゃん、おはよう。おはよう。あのパチくん、このチョコパチくんのために作ったの。え、僕のために？うん、チョコレート食べれる？うん、僕チョコもジャスミンちゃんも大好きだよ。大好きだよ。大好き。おーい、ジャスミンちゃん、大丈夫？パンタくん、ハッピーバレンタインございます。わあ、アップルちゃん、グミちゃん、ありがとう。パンタくん、今食べてみて。え、今？でも僕朝ごはんでお腹いっぱいだよ。今、すぐに、早く。わかった、一口だけ食べるね。このチョコを食べた後、アップルのことを見てくれれば、パンタくんはアップルの虜に。アップルちゃん、かわいいね。アップルちゃん、大好きだよ。
アップル、こっちおいで。キャー、これでパンタくんはアップルのとりっこ。さ、パンタくん早く早く。うん。あーん。これでパンタくんがこっちを見てくれれば。パンタくん、パンタくん、おいしいですか？おいしいですか？グミちゃん。しまった。食べた後、グミちゃんの方を見ちゃったんだ。グミちゃんってとっても可愛いね。パンタくん、どうしたのですか？僕、グミちゃんのことがストップ。グミちゃん、ちょっと来て。え、惚れ薬？うん、惚れ薬を使ってパンタくんに私のことを好きになってもらおうとしたんだけど、パンタくんがチョコを食べた後、最初に見た人がグミちゃんだったから、グミちゃんのことを好きになっちゃったみたいなの。それって抜け駆けしようとしたということですか？違くて、私はただパンタくんに好きになってもらいたかっただけね。どんな事情があろうと人の気持ちを操ることはしてはいけません。ごめんなさい。でもね、大丈夫、気持ち戻し薬があるから。気持ち戻し薬？それじゃあそれをパンタくんに。買ってないの。気持ち戻らなくていいって思ってたから。とにかく放課後にその怪しいお店に行ってみましょう。グミちゃん、グミちゃん。パンタくん、授業中は前を向きましょう。グミちゃん、グミちゃん。この先にあったと思うんだけど。あったあった、このお店。とっても怪しいお店ですね。いらっしゃいませ。あの、この間。ああ、この間惚れ薬を買ってくれた子ですね。効き目はどうでしたか？それが私の友達を好きになっちゃって。あらあら。なので気持ち戻し薬が欲しいんですが。かしこまりました。こちらが気持ち戻し薬でございます。この薬をチョコレートに混ぜて食べさせてください。わかりました。ただし24時間以内でないと戻らないのでお気をつけください。お会計は3万ベルでございます。高い。高いですね。グミちゃん、お金貸して。よし、パンタくんの気持ちを戻すために頑張ってチョコを作るぞ。頑張りましょう。でもいいの？このままだったらパンタくんはグミちゃんのことずっと好きでいてくれるんだよ。私はズルをしてまでパンタくんに好きになってもらおうと思いません。グミちゃん、自分勝手なことをして本当にごめんなさい。私たちは正々堂々とライバルとして戦いましょう。うん、ライバル。よし、完成。最後に気持ち戻し薬をかけましょう。パンタくんの気持ちが戻りますように。パンタくん、グミちゃん、待ってたよ。パンタくん、これを食べてください。チョコレート？僕にくれるの？パンタくんのために二人で作ったの。ありがとう。いただきます。どう？パンタくん、どうでしょう。あれ、僕ここで何してたんだっけ。パンタくんが戻りました。よかった。どうしたの？二人とも。よかった、よかった。変なアップルちゃんとグミちゃん。パンタ、アップルちゃんとグミちゃんからチョコもらえてよかったね。うん、でももらった後のことあんまり覚えてないんだ。嬉しすぎて記憶飛んじゃったんじゃない？そうだ、私たちからもチョコレートがあるのよ。はい、パンタとお父さん、ハッピーバレンタイン。わー、チョコレートケーキだ。3人で頑張って作ったんだよね。おいしいね。でもチョコレートはあんまり食べすぎると鼻血が出るから気をつけてね。え？パンタ、鼻血、鼻血。上向いて。ティッシュどこ？チョコ食べすぎたんだよ。えへへへへ。